野球において、ボールとは、投球判定としてのボールと、用具としてのボールがある。日本の野球には、公式球、巡航式球、軟式球の3種類の規格のボールが存在する。使用するボールにより、公式野球、巡航式野球、軟式野球の3つの野球形態に分かれる。高球とも呼ばれる。1878年に、スポルディング社が開発した。 コルクやゴムの芯に糸を巻き付け、それを牛皮で覆い、縫い合わせて作られる。原則として1球あたりの縫い目は108個とされている。公式の名の通り非常に硬く、子球や打球が体に直撃した場合は、打撲や骨折等の怪我をする場合もある。重量141.7から1 4 8 8ム、円周22.9から2 3 5トルと、 公認野球規則により定められている。プロ野球で使われる高級は公式級と呼ばれる。ボールの反発力のテストがコミッショナー事務局によって行われ、このテストで算出される時速270キロ時における反発係数が0.4034から0.4234の基準を満たすボールが合格となり、ボールに公認マークが付けられる。 日本プロ野球の公式球の供給メーカーは1980年で9社。2010年、以前は水野、Z、アシックス、久保田運動具店、ナススポーツ、SSK、松間工業の7社だったが、2010年は水野、Z、アシックス、久保田運動具店の4社であった。メーカーによって、材質や製法などが多少異なっており、機能面に若干の違いが見られる。 主催球団の判断で4社のボールの中から公式球が選択、使用されていた。公式球は少量のみ販売されている。2010年1月19日に開かれた日本プロ野球組織実行委員会では、ワールドベースボールクラシックなどの国際試合の増加や、口述する飛ぶボール問題に対応し、ボールの規格を世界的に統一するため、2011年以降の NPB 公式戦での公式球の一射に独占的に供給させることが決定され、2011年には全球団水の射精の統一球が使用されている。なお、1年間に使用される全12球団の一軍試合玉の総数は約2万5000ダースにも達すると言われる。また、輸送、通関のトラブルなどに備えて1万ダースを常備することも求められているという。 1842年頃から現在の野球に近いルールでプレーしていた初の本格的野球チーム、ニューヨークニッカーボッカーズが最初の6、7年間は自分たちでボールを塗っていたように、当初のボールは手製であり、勝利チームが敗戦チームから賞品として受け取れる貴重品だった。南北戦争が終結した1860年代後半になると一気に野球熱が高まり、 多くのメーカーがボールを生産するようになった。メジャーリーグベースボールの公式球は1878年から1976年まではスポルディング社が1977年からはローリングス社が独占供給していて2014年現在はローリングス社コスタリカ工場で生産されているものを使用している。NPB 公式球が野球規則に定められた大きさ 重さのほぼ加減であるのに対し、MLB 公式球はほぼ上限であるため、日本の公式試合玉よりも若干大きく、重い。表面の牛皮の質感は、日本のものよりもツルツルとした、滑らかなもので、縫い目も、日本のボールより高く、空気抵抗の違いから同じ握り投げ方の球種でも、日本の公式球とは変化の度合いに、違いが出る。公式球の反発力検査。 NPB では、すべての試合使用級に受けた周り、認め居を押すことになっているが、この際に規定内の反発力であることが条件となっている。反発力検査はシーズン中に2週間に1回程度行われ、大きさの基準に合格したそれぞれのメーカーのボールの中から1ダース取り出して検査される。試験方法はマシーンでボールを言い出して、 壁に当てる方法で壁に当たる前の速度と跳ね返った後の速度を計測しその日から反発係数を求めている飛ぶボール飛ばないボールの問題公式球の製造過程における何らかの要因で反発係数が上がったり重量が軽くなることで飛距離が著しく上昇するボールは飛び跳ねるウサギに例えられラビットボール飛ぶボールなどと呼ばれることがあるラビットボールは 本塁打が出やすいことで、走塁や盗塁などのプレーの重要性や、感染の醍醐味が損なわれるとして、しばしば批判の対象となる。2011年と2012年に使用された、統一級及び2013年の、統一級変更問題2013年に、日本プロ野球で使用された、統一級。時のコミッショナー、加藤良造のサインが印刷されている。 上記の通りそれまでは球団ごとに異なるボールが使われていたことに対する批判や WBC などの国際試合で採用されるボールに近づけるという目的などから2011年度から12球団すべてで水野製の低反発ゴム材を用いた統一球を採用した水野車は飛距離を約1メートル抑えられると説明しているがストライクゾーンの変更など諸条件と合わせた結果 両リーグ合わせて2010年の本類打数と比べると1605本から939本に激減した。統一球は MLB の球よりも飛ばないとされており、実際に MLB の公式球と統一球を同じ高さから落とした場合、MLB の公式球がより高く弾む傾向があった。特に2012年は、 開幕から4月25日まで全球団で123試合中38試合が、完封試合という異常な投げ高打手を記録したほか、日本で行われた読売ジャイアンツ及び、阪神タイガースとシアトルマリナーズ及び、オークランドアスレチックスとの親善試合において、統一球を打った MLB の打者や MLB の使用球を打った NPB の打者複数から、 明らかにメジャー級の方が飛ぶとの証言も踏まえ、4月24日に選手会が統一級を検証する要求を出した。また、もう一つの目的であった国際大会への順応という面でも、2013ワールドベースボールクラシックの使用級とは全く異なるものであり、目的を果たしたとは言い難い結果に終わった。2013年6月11日、NPB は会見で、 過去の反発力検査でボールの反発係数が基準値以下になることがあったと発表した。2011年の抜き打ち検査ではほぼ基準内に収まっていたが2012年の検査では複数の球場から集められたボールの反発係数の平均値が NPB の基準である平均反発係数の0.4134から 0.4374? 大幅に下回るる0.408を記録することともあったというしかし、実際には2011年の検査4回、2012年の検査3回のすべてで平均値が規定を下回っており、2010年以前にも規定を下回るボールが使用されていたことが判明した。また、飛距離の低下は、使用上1メートル程度であったが、専門機関の調査では3メートル短くなるという。 実験結果も出た。それに伴い、2013年度より加減値を下回らないよう2012年の夏に水の社に要請したことも明らかになった。もともと選手の間では2013年になってボールが飛びやすくなったのではないかと噂されており、アンケートでは73%の選手が今年のボールは飛ぶと回答していた。一試合あたりの平均本塁打も2011年。 2012年よりも増加していた。実際に2012年のボールと2013年のボールを割って調べてみたところ、玉の中心にあるコロク材の感触が2013年になって硬くなっているという調査結果もあった。NPB 側は水の車側にボール仕様の調整は公表しないでほしいと要請するなど、この事実を隠蔽。また、選手会には 仕様は変わっていないと虚偽の説明をしていたが、6月11日の記者会見で変更したことを認めた。統一級変更によって生じた本類だの記録を以下に記す。加藤良造コミッショナーは、混乱を招いたことについて謝罪する一方で、加藤の了承の上で変更が行われたという、下田事務局長の主張について、昨日まで全く知りませんでした。と否定し、 責任を追求する記者に対しては不祥事を起こしたとは思っていませんと答えた。しかし実際には統一級検査の報告を随時受けていたことが取材で発覚しており、これにより加藤コミッショナーが辞任に追い込まれる事態にまで発展した。2014年以降2014年1月20日、NPB は統一級の反発係数基準値を従来の 0.4134から0.4374から0.4034から0.4234に変更した。2014年シーズンが開幕すると NPB による抜き取り検査の平均値が基準値0.4034から0.4234を上回った0.426であることが明らかになり、ボールメーカーである水野社によってボールの回収と在庫品の選別、 今後の製造工程における対策が発表された。その結果、基準値に基づく検査は許容範囲が狭く違反になる球が多すぎるというプロ野球選手会の抗議もあり、2015年に0.4134を目標値とすると改正、上下限は撤廃されると同時に、従来、納品後に行われていた抜き取り検査を納品前検査に切り替えた。 その他の加工純公式野球で利用されるボールで純硬球とも呼ばれる。芯の作りは公式球と同じだが表面に牛皮ではなくゴムを用いて作られるボール。正方面、硬さの面で公式球と軟式球の中間に位置する。軟式野球で使用されるボールで軟球とも呼ばれる。公認野球規則書によれば素材は直径、重量、反発等の違いで。 m 5球と j 5球に対別される。ボールにはハートのマークが刻印されている。下記の表の反発は 150cm の高さから大理石板に落として跳ね返った高さを測定したもの。ゴム製でありながら公式球に近い特性を持つボール。軟式野球から公式野球への移行をスムースにする目的で2000年に開発された。投球判定としてのボールは 投手の投球がストライクゾーンを通過しなかった場合などに与えられる判定。ボール球とも言う。打者は四つ目のボールを宣告されるとアウトにされる恐れなく安全に一塁へ進むことが許される。1872年にアンフェアボールとしてルールに加えられた。アンフェアボールズとは打つスポーツであるベースボールにおいて打てない投球という意味合いである。その後、 アンフェアという部分が省略された。前提条件は、打者がその投球に対し打撃動作を起こさないこと。このほか次の場合もボールが宣告される。球審がボールを宣告する際は、投球判定のために腰を落とした体勢のまま顔や手を動かさずにボールと発声する。首を振ったり、片手を下に振ったり、投球から目を切る姿勢を示したり、 無発生で判定を行ってはならない。特に片手を動かすことは、ストライクと誤認される場合もあるため、行わない方が良いとされる。ありがとうございます。